皆さんこんにちは。こんにちは。年末特別対談でございます。無門館、特別年末対談ということで、馬淵大使をお迎えしまして、今日も、今年のまあ一種の総括というかどういうことかということ、そして、まあ、あの来年になりますとすぐにもう北京冬季オリンピックとか、はい、7月には参議院選挙、まあ、いろんなことが目白押しになっております。そういう中で、馬淵大使に、今年もいろんなものを伺ってきましたけれども、まあ、今年のまとめというもので、無門館特別版ということでお送りしたいと思います。今年も本当にありがとうございました。また今日もよろしくお願いします。まあ、今年は東京オリンピックとかいろんなことがありました。そして私は今日まあちょっとまあ冒頭にお話しすると、やっぱり馬淵大使が言っていたロシアの問題ね、はい、これやっぱり結構やっぱりやっといい悪いとかね、反ロシアっていうのはいろいろあるけれども、やっぱりあの存在がね、やっぱりロシア自体が独自の動き始めてやってきたって、これもちょっと私は、まあ後でもいいんですけども、うん、お話聞きたいのは、はい、そういうとこもやっぱり出てきたなと。そうですね。で、まあ、我々の軍事討論の中でも、ロシアをわざわざ中共の、ね、方に追いやってどうするんだと、うんうん、まあ、敵としても敵の敵が味方みたいにね、うんうん、するような冷徹なあのバランスオブパワーっていうかですね、こういうことを考えた上でもっとちゃんとロシアっていうものをね、うん、見つめ直した方がいいんじゃないかっていう意見が、うん、これは大使はね、いろいろことをね、言われてると思いますけど、ロシアのことについてはね、いや、プーチンさんがすごくね、好きだから、ひいきしてるんじゃないかとかね、分かりやすい言い方するとね、そういう人っているけど、本当に言うと、きちんと冷徹にね、その外交のことになって、お話になってるってことを、私なんかは少なくとも分かってるつもりなんだけども、やっぱり、来年はまた今ウクライナ問題とかのあるから、ちょっとそこも大事になってくるんで、また後でちょっとその話、はい、お願いします。さあ、そういうことで今日はいろいろ楽しみでたくさんお話ししたいんですけれども、どうですか、まず今年オリンピックありいろんなこともありましたけれども、皇室の問題とかね、はい、そうですよね。だから振り返ってみたら、まあ世界も、まあ、日本もそうなんですけど、はいはい、まあ、まあ無秩序になったと、こういうことですね。はい、そうですね。でこれはもうご承知のようにね、はい、その原因は何かというと、はい、それは去年の大統領選挙でね、はい、アメリカの、もう堂々とっていうのは変ですけど、うん、大規模な不正が行われて、大負けしてたっていうかね、うん、敗北してたバイデンが なんと大統領に就任したと、うん、もうこれで世界が狂ったわけですね、うん、アメリカだけじゃなくて世界が狂ったと、はい、でまさに秩序がなくなったわけですね。そうですね。で漂流していると、はい、でその影響はもちろん日本にも来ているわけですね、うんうん、でだから一言で今年をね振り返るならば、世界が日本も含めて無秩序化したというのが一つと、で無秩序化ってなと同時に進行したのは何かというと、左翼化と左傾化ですね、うん、はい、世界が左傾化したと、はい、そうですね、日本とを含めてね、そういうふうに総括できるんじゃないかと思うんですね、うん、まあ、無秩序化カオス化したことと、世界が全体が、まあ、いわゆる左傾化した、左傾化したという、アメリカも含めてね、アメリカを含めて、そうですね、というかアメリカが先頭に立って左傾化してるっていうことですね。そうですよね。やっぱりそういう意味でもいわゆるポリコレとか言われる、まあ、一種の言論弾圧グローバリズムみたいなね、いうのもそれの一環ですよね。これもちろんそうです、はい、だからそれ の今おっしゃったように一環でポリコレですね、はいはい、これはまさに、かつての共産党宣言に、うん、の精神に、精神っていうのは変ですけどね、同じものですね。ポリコレという幽霊っていうか、はい、妖怪が今世界を、はい、徘徊してるということでしょ、はい、でそれにもう一つの、うん、その裏側の側面っていうのは何かというと、はい、目に見えない戦争がね、はい、目に見える戦争も起こってるんですが、目に見えない戦争が進行してるということですね、はい、でこれはまさにこのあれですね、このチャンネル桜も含めてね、はいはい、しょっちゅうバンされるということに言論風圧が行われてるわけですね、ポリコレに従ってね。これがそうなんですね。で、はい、それがまさにこれは戦争だというふうに気づかなきゃいけない、うん、だからポリコレに隠れて左傾化が進んでると、うん、あるいはポリコレに隠れてじゃない、ポリコレを
使って左傾化を進めてるということですね、はい、そうですね、それからそのつまりバンされるということは言論風圧ですから ね、うん、そうですね、言論を弾圧しなきゃならない事情があるわけですよね。なぜ言論が弾圧されるかという考えたら、それは具合の悪い言論だっていうことでしょう、うん、それは誰にとって具合が悪いかというと、うん、そういう世界を動かしている人ですよね、うん、いわゆるディープステートというかね、ディープステートということですね、はい、でそれにとって都合の悪い言論はもう堂々と今封殺すると、うん、しかもそれが政府ではなくて民間企業がやると、こういうことですよね。そうなんですよね、そういう特徴があるということですね。でこれらは全部同じ動きなんですね、うん、で特に言論封殺の対象になっているのが、うん、今のいわゆるコロナウイルス問題と、うん、それからこれはまだそんなに言論封殺弾圧の対象になってないかもしれませんけどね、うん、いわゆる気候変動問題です、はい、この2つは同じものですからね、はい、つまり人類を萎縮させる目的で行われているこれ戦争ですからね、それが今年は進んだ年だったと、こういうことだと思います。今おっしゃってた気候変動問題というのはエネルギーとか全部かかってますもんね。あれはね、極論すればつまり反成長なんですよね、うん、でかつてローマクラブが成長の限界って出しましたけども、うん、言ってみれば思想的には同じあれにあるんですね、だからもう人類は成長しちゃいけないということなんですよ、うん、CO2 削減ということは、うん、そういうことですよね、これはもう常識的にね皆さんご存知だけど、はい、CO2 によって生物は育つわけですからね、うんうん、ということは生物が育たなくなるということは食糧難になるということ、これから、うん、そういうことなんですね。そうすると、ね、少数の食糧の争奪戦がこれから始まると、うんうん、もうすでに始まってると思いますよ。そうですね、物価が上がってね、物が減っているわけだ、うん、供給がね、うんうん、で供給を握っているのは大元はディープステートですからね、うん、だから供給を減らして減らせば当然物価が上がるわけですね、うん、そうなんです。で今日本でもいろんなものが手に入りにくくなってますね。それはコロナで工場が動いてないとかね、うん、その物流が滞っているっていうのは表向きの理由だけど、うん、それは実際そうですけども意図的にそういうことがやられていると、うんうん、と見て差し支えないんだと思いますね。全くおっしゃる通りと思いますね、まあ、典型的な例で言うと食べ物で言うとニトリというね、はいはい、家具屋さん、はい、まあ、本当に中国べったりです、はい、もう我々は中国がいなければ企業として成り立たないとその社長が言ってるぐらい、その北海道もあれなんですけど、今全国的な家具屋さんのね、安い家具を、でもここが何始めたかっていうとですね、北海道で北海道産の米を中国に輸出する、こういう業務とかね、つまり他の産業まで家具屋さんが特に食べ物ですね、うん、水と食べ物、北海道は食用供給率、うん、自給率 200%、うん、その分を全部中国持っていく、はい、で、まあ、大使がおっしゃったもう食糧危機というものがもう中国今そういうの分かってるから、もう着々と北海道の農地を買い、日系企業を使って、日本の企業を使って、うん、でそういう事業まで始めてる。そうすると日本がいざとなった時、いろんなものが世界からの食料の供給を途絶えた時、最終的に米ですら自由にならなくなってる、こういうことはそのグローバリズムの中でですね、起こってるってことですね。そうですね、うん、もちろんそういう事態になればね、うん、対外輸出を禁止すればいいんですけどね、うん、はい、それは政府が責任を持ってやればいいことでね、はい、それは日本人のまさに生命財産を守ることがね、はい、うん、やっぱり政府の一番重要な役割ですから ね、当然それはもう日本が食糧難になった時になんで中国に輸出するのかということですから、これはもう輸出禁止すべきですけどね、はい、だから逆に言えばね、おっしゃったようにもうこれから世界が食糧難になっていくと、それからもう一つはエネルギー危機ですね、うん、はい、でこれも今だからまさにその、気候変動の裏側なんですよ、うん、はい、あれはあえてエネルギー危機を起こそうとしてるわけですね、はい、それを起こすことによって経済が不活性化するわけですね、うんうん、でコロナも、うん、行動を自粛させることによって、うん、もう今現に、経済の不活発化とか、はい、不活
成果が起こっているわけですよね、はい、でこのようにしてね、あの要するにもうこう人類を不安に陥れると、うん、恐怖に陥れるという戦争がね、はい、始まった。今年もある程度目に見えるようになってきたということですね。そうですね、うん、あのそういう意味ではこの見えないサイレントインベンションとかよく言われる、はいはい、今言った全般にさっき言った食料とか、あの例えば我々今メガソーラーのね、はい、危険というのを、はい、まあこれ保守の側として初めてだと思うんですね、うん、自然破壊をしながらやってるって言うんですけど、ソーラーパネルのほとんどが中国、はい、韓国製なんですよ、それでその土地は本当に そこが買い取るわけですけど、うん、本当に日本の土地なのかっていうと、うん、今日本人外国人土地所有許してますから、うん、どんどん実は買われてる、うん、あの農地自体もさっき言ったようにあの生産物の輸出入だけじゃない形で今どんどん進んでるっていうね、うん、だからおっしゃるようにあのきちんと彼らは戦争をやってる、戦争意識でやってる、そうです、でも残念ながら我が国はそういう意識が希薄で、まあもうほとんどない、ないですよね、ないと言ってもいいぐらいですね。だからちょっと、まあ、典型的な例があの、あの例の北京オリンピックに対する政治的なボイコット、うん、まああのアメリカの政治的ボイコットもインチキなんですけども、うんうん、それすらできない日本、それからあの国会決議も中国の人権弾圧虐殺非難決議もまた先送りしちゃった、うん、岸田内閣、これはあの大使から見るとね、まあ、前からずっとおっしゃってることですけれども、どういう状態でじゃあ我々の国がね来年行くかっていうことに関わってくると思うんですけど、今おっしゃった分析は全部私ほとんど 100% その通りだと思うんで、じゃあどうするかっていうね、この中であの外交安全保障やいろんな問題、今言ったベースでまあまあ、いろいろことを考えながらあのバンされるのも嫌ですけども、うん、でもウイルス自体が少なくとも結果論として結果論としても戦略的に使われてる、あので特にアフリカで爆発的なことになって、うんうん、医療体制出てきてないから死ぬ方も多い、人口抑制とか、うん、さっきおっしゃってたいろんな意味でのもう一回のグレートリセットと言われるようなことが地球規模で行われてる、いや、おっしゃる通りなんです、うん、でグレートリセットっていうのは何か、もう何かというとその、はい、コロナ以前の生活にはも戻らないっていうか戻らせないっていうことですね。そうですよね、これ大きいですよ、つまりあの普通の経済活動はもうさせないということなんで、だからこれは、うん、今おっしゃったように当然その当然の帰結は人口削減になるんですね、うん、で彼らの発想はね、まあ、断片的にいろんなところに出るんですが、うん、今の地球上は人口が多すぎるということなんです、うん、70数億でしょ、うん、だからこれを減らさなきゃいかんということですね、だから今現にもうそれを実践してるわけです、はい、だから減らして、つまりあの、こう例えばあの明確にねそういうのを戦争を起こしたりなんかその虐殺するというのはさすがにできないですよね、この21世紀は。だから疫病を使うと、ところが疫病を使ってもね、いやそれはあのおそらくね、これはまあ微妙な話ですけど、うん、効果がそんなに、うん、その死者というね、はい、こういうことは言うのはちょっと不謹慎かもしれないけど、はい、それほど彼らが期待したほど増えなかった、うんうん、じゃあなんで増やすかというと例のもので増やすというような、ねうん、ことがもう 今もうそういういもう陰謀と言ってもいいんですけど、ね、いやいや考えられてるんですよ、もう。いや、おっしゃる通りだと思います。現に、うん、あのねこれはあの私もこの統計、人口動態統計っていうのは最近出てますよね、はい、そうすると今年がね、まあ、8月前の統計が出てるんですが、5万人以上増えてるんですよね、去年に比べて死者数が。ということはね、年に換算すると7、8万になる、うん、ところがね前年に比べて7、8万もね死者が増えるということは戦後なかったことなんですね。うん、なるほどね。311ですか、はい、東北大震災の時もあの、数万人、5万人。2万人もいかなかったですね、直接は。これ2万人ですね、はい。だから日本全体として死者数が増えたのがね、うん、その前年に比べて、うん、いくらでしたかね、5万人もいくかいかないかぐらいでしょう。はい、それがね、7万人いくとなるとね、これはどうしてなのかということですよ。うんうんうん、
だから突然ね、例えばがんとかで亡くなる人がジャンプ的に増えるわけでもないですよね、ありえないですもんね、交通時間増えるわけでもないし、そうすると必然的にね、論的に考えれば、そういうところになるわけですよね、必然的にこのね、やっぱり人口も抑制されるし、だからこういうものをこうちょっと俯瞰してね見る力がちょっとね、我々の政治、お国の政治家とか本当に圧倒的に足りない気がねするんですよね。今大将がおっしゃったこと、結果としてみれば全部そうなってるんじゃないかと。そうなって、おそらくね、これは私、岸田総理がどれほどご存じて身に取れるかどうかは分かりません、全く能天気だとは思えませんけどね、はい、ところがね、おそらくね、プーチン大統領とかね、イギリスのジョンソンもそうですけど、欧米の首脳は知ってるわけですよ、それは。いや、そう思いますね。知っててやってるんですよ、だからそこが問題でね、だからね、適当に付き合わないと大変なんです。真面目にね、CO2 削減何パーセントだって言われて付き合ってるのはね、日本だけですよ、主な国で言えば。前の対談でもね、そのことを、なんという能天気だって、みんなやるぞやるぞって口で言ってるけどね、そうです半分本気じゃないと。ところが日本だけは真面目にね、付き合ってるっていうね、みんな本当バカじゃないかと思われてるんじゃないの、それはね、もう常識的にそもそもその気候変動の原因がね、CO2 だっていうのは観点空気がないことははっきりしてるわけですよ。そうなんです。ね、でそれに加えて今ね、要するに私に言わせれば、クーデター政権ですけどね、アメリカが率先してやってるわけですよ。ケリーなんてな世界を、ね、世界中回ってね、調整役やってますもんね、それの。それだけでもおかしいことなんですよね、おかしいことなんですか。だから各国もね、それに付き合わされてんだけども、それは事情を分かって付き合ってるわけです、だからおそらくね、日本だけだと思います、私、その事情を分からずに付き合ってる、情けないですけどね、情けない、優しい、昔優しくってちょっとバカっていう小説がありましたけど、そうですか、なんか善良かも分かんないけどバカじゃないのっていうね、だからなんかそういうインテリジェンスの世界では役に立つバカというらしいんですけどね、その役割を担うわけですね、では、はい、そう担わされると したらね、とこれはもう本当に国家の存亡に関わることなんですね、だからもし万が一ね、政府もそれはね、中には官僚の中にも財界の中にも私はね、分かってる人はいると思うけども、その言論が封殺されてるわけですよ今ね、で声を上げられない、声を上げられないんだったらね、それなりにやり方があるだろうと、欧米だって声を上げられないけどもね、それなりにやってるわけですよね、確信してやってる人は別ですよ、それ以外のつまり常識的な人はね、声は上げられないと、それは、ね、おそらくね、私は単なる政治生命じゃなくてね、生物的生命もかかってんだと思います、ですから声が上げられないけれども、しかし実態は国民を守るようなことを、やってるということなんじゃないかと思うんですね。なるほどね、いや、そういう構図を見るとね、冒頭に大臣がおっしゃってたカオスの時代に入ってる、そういう中でね、対応を考えなきゃいけないのに、そこはやっぱりかなり遅れてますよね、我が国は。やっぱりどうしてこうなったのかよく分かりませんけどね、まあ、多くの人が言ってますが、原因は2つで、1つは軍隊を持ってないことですね、1つはインテリジェンス機関がないということでしょう、だから世界のインテリジェンスはね、まあいいことも悪いこともあるんですが、やっぱりそれなりに情報を持ってるわけですよ、そうなんですね、だから今のようなね、例の病気の情報もね、それから気候変動の情報も持ってて、それを理解しながらこの付き合っているというかね、進めていると。日本の場合はやっぱりその正式のインテリジェンス機関ないですからね、まあ、いろんなところが集めてますけども、やっぱりその不十分だと思いますね、でそれも軍隊 の, 一、後ろ盾のないインテリジェンスっていうのはまた限界があるわけですね、だからね、もうやっぱりもう行き着くところは救助の問題に行き着いてね、だから救助を守って国が滅ぶっていう危険はね、本当にあり得ることだと。現実化してきましたね今ね。そうなんです。いや、これはまあ大使見方違うかもわからないけど、私がまあちょっと最近ちょっと言ってるのは、例えば、最近中国とロシアの船がね、日本一周しました、
それからアメリカの艦隊も台湾海峡並んだ東シナ海で、うん、航行作戦というのをやってる、でもドイツ、イギリス、フランス、こういう国がね、オーストラリアも来たか、日本に寄港していろんなことやってるって、うん、でも日本のいわゆる自称保守の人たちはね、親米保守と言われる人たちはほら見ろと、中国にね対抗するためにね、自由諸国がみんな集まってね、うん、共同訓練やったり自衛隊とというふうにやってると、いやそれ違う、私は違うだろうと、うん、江戸幕府の時のペリー来航の時もうアメリカ船やね、イギリス船やロシア船やもうフランス船なんかみんな来て気候を求めて水とあれも汚れてって、あのパターンじゃないのと、うんうん、実は草刈り場にね、うん、日本列島がなってて、決して彼らがみんなね対中国のためにね日本と共同で守ろうって、そんな能天気にね彼ら来てるわけじゃないですよと、もう結局日本が、まあ、大使がおっしゃったように一番役に立つバカっていうか、草刈り場としてね大変おいしい場所、だからそういう意味での権益とかいろんなものをやるために寄港して、江戸幕府の時の末期のね、ペリー来航と同じニュアンスで我々極めて危険な状態だと自覚すべきだと私はちょっとそう思ってましてね、私も大筋そういうことだと思いますね、というのはね、草刈り場とおっしゃいましたが、とにかくね日本を中国に、取られたら困るわけです、彼らはね、それは何やかんや言ってもね、日本のこの経済力技術力がねそっくりそのまま中国のものになったらね、これはしかもね人種的に見てもね、一応日本もアジアに属してますからね、アジアの有色人種対欧米の、そういう意味では白人種になってるわけで ね、そういう世界がそういうふうに分かれちゃうとね、これはとんでもない人種戦争になるわけです。だからそういうのも防ぐというね趣旨をも含んでるんだろうと、そうですね、つまりね、いやそういう意味では草刈り場っていうか日本が中国に一方的に取られないためにね、やってるんだというふうに受け取ることはできるんだと思うんですね。そうなんですよ、だから日本が大事なわけじゃなくて、日本というあの地における地政学的な意味や経済学、経済的なものとかそういうものを大事にしてるんで、我々の国の民をの命とかね、そういう意味での守りじゃないんじゃないかと今おっしゃったようにね、つまり利用しなきゃいけない場所だから、自分たちがこれからどれだけ利用するかということは中国とも手を打つ可能性があると、彼らは日本の権益さえ確保できれば、でアメリカがもっとトランプ政権だったらじゃない、彼ははっきり中国の政権だと言ってたじゃないですか。今バイデンは習近平政権は倒すかも分かんないけど、いやそこまでもやらないと思いますけど、競争的で管理とか言い出してるでしょ。でこういうことを考えると極めて我々の国が今本当にいろんなものを収奪される、そういう拠点にされていく、昔のかつて のいわゆる疎開地がおけるね、いろんな意味で の欧米諸国のアジア進出、中国進出、そのビジネスも含めてそういう意味のなんていうんですか、無国籍なんていうんですか、疎開集合地みたいなね、形にされていくんじゃないかっていうね、あれはだからなんでこんな、私から言うとみんなが団結して自由と民主主義を守るためにねロシアと中国に対してね集まったんだっていうね、 この感覚がすごくねちょっと心配というかね、心配というかあれは、あれもそういう意味ではね、謀略の一つでね、だってね自由民主主義陣営と、権威主義っていうんですか、今中ロはね、そういう陣営に分けること自体が一つの謀略であってね、そうだ、いやそこで大体アメリカがなって民主主義陣営じゃないですよ今ね。いやそうです、一番権威主義的な、ね、そうだ、アメリカこそ権威主義的なんですよね、ポリコレ世界ですもんね、今でこれをね今彼らは中ロをこうくっつけてね、
なんてそういう対立行動を作ってるわけですよね、うん、だけどそれは先ほどもちょっとおっしゃったロシアの行動を見てればね、うん、それは必ずしもねそういうふうには少なくともロシアになってない、うんうんうん、で一つはロシアはちゃんとねインドと今回また協力を強化したわけですね、うん、だから中ロが結びついているっていうのはねあれは日本だけじゃなくて世界を脅かすためのね、うんうん、一種のプロパガンダなんです、うん、そうですね、プロパガンダですよね、いやだからまあそういう意味で言うと今言ったその中ロの艦隊のあれとかね、こういうのももっと冷徹に見なきゃいけないし、むしろそっちに言えばバイデン政権はこちら側対権威主義側ということで、そっちのロシアをね、中国の方にね、むしろ意図的にね敵にしてるんじゃないか。いやそれはおっしゃる通りでね、うん、今、まあ、ウクライナ問題がね、はい、まさにその渦中になってるわけですね、うん、焦点になってるでしょ、うん、であれはもう戦国ご措置のことだけども、うん、仕掛けたのはアメリカっていうかね、バイデンじゃないオバマ政権の時のアメリカですからね、石油のねとかネオコンなんですよね、はい、でしかもその背後にいたのはあれはジョージ・ソロスですよね、うん、ジョージ・ソロスが2014年のねのウクライナ危機を演出して、彼自身はそう言って自分で言ってますからね、うん、そうなんですよ、だからそのもとにねいわゆるネオコン、当時はネオコン政権ですからね、はい、ネオコンがいわゆる民主化デモ、うん、反ロデモを仕掛けたわけですね、うん、でその民主化デモを仕掛けた張本人が、うん、今なんと今度はバイデン政権になってアメリカの国務次官に返り咲いたビクトリア・ヌーランドっていうネオコンの女性ですよね、うんうんうん、ご承知のように。だから彼女がその、うん、いわゆる反ロデモをいかにも民主化デモだと、うん、こう偽装してやって、うん、その当時のあれですね、ヤヌコビッチを追い出して、それでアメリカが望んでたヤツェニュークっていうのをね、まあ、首相にして、 その後ポロシェンコにして、うん、それで今のゼレンスキーになってるでしょ、うん、ところがゼレンスキーはねむしろ逆でそれに乗らなかったんですよね。だからトランプ時代にトランプさんとゼレンスキーの間は良かったわけですよね、うんうん、でそこでまさにバイデンのね、うん、息子の、まあ、バイデンも含めてああいう、うん、非常に向こうであれですよね、向こうの検事総長をクビにしたり、うん、そういうことを内政干渉やりましたからね、それ の調査をやるとこだったんですが、それでトランプさんは逆にそれを逆手に取られてね、うん、ウクライナ疑惑で、うん、弾劾されるみたいになりましたけどね、はい、でところが今度また政権がひっくり返ったんで、うん、ゼレンスキーも結局ネオコンに逆らえないんですね、うん、だから結局私はゼレンスキーのそもそもの意図に反してると思うんですけどね、うん、またロシアとの対決姿勢を今取らされてるわけです、うん、だからねアメリカですよ、今のウクライナ危機を演出してるのね、うん、また裏から、私もそう思いますね、あれ作られてますよね、まあ、オバマ時代からね。そうです、はっきり言うと前もこれ大使のご指摘だったと思うんだけど、プーチン体制が、まあまあ、石油やガスの問題をロシア化した、ロシア化したんですね、そこから始まってさ、そうです、だからどうしても、まあ、言うこと聞かないところですからね、ロシアのだからまあね、ご承知のようにプーチンさんはそういう意味ではナショナリストですからね、うん、それはグローバリスト のディープステートにとっては決して許せないんですね、うん、しかも自分たちの、うん、まあ、いわば代理人であったね、ロシアのオリガヒと言われるね、新興財閥を全部こう潰していったわけです ね、はいはい、プーチンさんがね、そうそうそう、はい、でその時から私は米ロのね本当の意味での冷戦が始まっていると思うんですが、うん、それをトランプさんは、うん、米ロ関係を改善しようとしたんですね。そうなんですね、だからそこのと、まあ、そうしてみると今言ったようにトランプさんに乗っかってたのかな、安倍さんというのはロシアのね、まあ、交渉、まあ、最終的には失敗したんだけども、だあれがこう、まあ、今つまずいてね、なったのやっぱりトランプ政権のやっぱりあれって大きかったですね、やっぱり大きかったですよね。だからね、今おっしゃった、まあ、つまずいたことになってるんですが、技術的なことだったんですね、うん、やっぱりねそれは私は直接タッチしてなかったですけど、はい、まあ、間接的に見てましたらね、うん、最後に足引っ張ったのはやっぱり外務省ですよ、うん、足引っ張るっていうのはちょっと大げさですけどね、はい、外務省はやっぱりアメリカの
そういう意味ではディープステートの意を受けてね、トランプ大統領の意じゃなくてディープステートの意を受けて、日露関係北方領土交渉に消極的になったというか、もっと言えば結局その、歯舞前色丹にねアメリカ軍が駐留することは否定、しなかったわけですよね。だからそれやるとさすがにプーチンさんもね、返したら途端にアメリカの軍事基地がね北方領土、できたらねそれはちょっとメンツが潰れるということだったと思うんですよ。だからそれはねやっぱアメリカの意図でね、アメリカっていうか当時はトランプさんだったんけども、ディープステートの意図でね、どうも外務省はねそちらの方をね重視してたと。今の外務省ももちろんそうですがね、もうバイデンバイデンですからね、トランプさんを反トランプなんですよ外務省は残念ながら。そうですね、だからそこがもうボタンの掛け違いでね、あの時に私はもう2党でね、返還で平和条約を結んでね残り4党についてはうやむやにしておくと、共同のなんか経済開発地域にしてもいいんですがね、というのはね将来ねあんなところに住むロシア人好んで住む人いないですよ、あなた辺境の地にね、だからもうねもう日本がすぐ近くにあるしね素晴らしい国があるんだからっつってね、私はね中は冗談だけどもうむしろね北方残りの国後択捉の住民の方がね日本と一緒になりたいと言ってくる可能性すらね否定できない、いや思いますけどね、だからね、結局ね4党に こだわるということもね結局北方領土交渉を進めないっていう、口実になってるわけですよね。だって今までもアメリカが4党一括返還を支持するっていうのは、あれはね交渉させなかったんですよ、ダレスの強化って言われてて、あれはだから沖縄とこのあれをセットにされちゃったもんですからね、4党返還でやらなきゃ沖縄を返さないと言われたら、それは日本もね苦しかったと思うんですけどね、アメリカは味方みたいだけど実際北方領土交渉あれで止めてたって感じですよね。どっちかというとね、まともなロシアとのね。だからそれはディープステートというか伝統的な、あれですね、やり方ね、やり方なんですけど、味方さしながら邪魔してると、だからこれはね、たらればになりますけど、トランプさんがあと4年間続いてたらね、状況は変わった可能性は大いにあるわけです。それからね、最初におっしゃったこと、これ非常に重要なことなんですが、結局多くの、保守系も含めてロシア感というのがね、やっぱりこのちょっと歪んでるわけですね。だから私はね、別にその プーチンさんは非常にロシアのね英明な私は指導者だと思いますけども、それによってね政策が左右されちゃいけないっていうのは当然なんですね、外交に携わったね、ささやかなりとも携わった人間としてはね、そういう感情にはやっぱり支配されちゃいけない。そうですね、もう言う必要もないんですが、パーマストンがねイギリスの言ったように、永遠のね敵国も永遠の友好国もいないと、永遠にあるのは国益のみだということですからね、そうですよね、ロシアというね国が隣国にある以上はね、日本の国益から考えてどう付き合うかということをね考える必要がある。いや全くそうですね。それで中共が今のような状況だと、ロシアを活用するのは悪いですけど、活用しない手はないわけですよね。いやいや本当にねそうなんですよ。それが全く抜けてる。好きだ嫌いだとかね、いう問題じゃなくて、今現実にロシアって国があって、しっかりと少なくとも最新兵器とかね、こういうのものすごい力入れてるわけですよ。だからそういう意味で言うとね、なぜそのね両面作戦もできないような国がね、何もできない国がね、ロシアとの関係をどういう形でやるにしろね、きっちりこのロシア論というのを作らなきゃいけないじゃない。で私も来年ちょっとね視聴者の要望もあるんだけど、ロシアの話を中国の話は結構ね、何度も何度も中国論の体制論とか何とかねやってんだけども、実はロシアの議論やりたいわけですよ。ところが大使ね、本当に大使の形式までは要求しないけども、そこに近いぐらいのレベルのね形でロシアを語ってくれる人たちが実は本当に実は少ないですよ。反ロシアを言うのはいくらでもいるんです、正直言うと、あそこは信用できないとか、いろんな、大東亜戦争で終戦後に来たとかね、これ語って
反ロシア、それを語れる人は多い、うん、それからまあシベリアに来るとか、そういうものをソ連の批判することはできる人は本当にいるんです、たくさん、反響としてね、だけど本当に今の現代ロシアの今プーチン政権のね、これをどう我々日本として付き合うか、あるいはロシア人とか本当はどういう人たちなんだろう、うん、私たちが持ってる、まあ最近読まれなくなってるのかなんだけど、我々の文学部とか土屋の人たちはもうトルストイとドスエフスキーとかね、プーシキンとかね、もうそういうチェーホフにしろ最低そのぐらいのロシア文学読まなきゃ、文学部とは言えないぞぐらいで、やっぱりドスエフスキーだってメインのものは全部読まないとダメだって、ね、当たり前の感じだった、でなんでこんなすごいね小説や芸術がロシア生まれるんだろうと、その我々が教育されてきた反ソ連のね、まあ本当にまあいい、そういう面もあったんだろうと思う、粛清とあれをやってねというようなとこと、左翼の人たちが極端にソ連をね賛美するような、この矛盾が全然解決ついてないんですよ、まだ。そうですね、だけどそれはね、非常に重要なご指摘で、前にも、少し議論したことがあるかと思いますがね、ドストエフスキーの問題点というか、問題意識ですね、それはある意味で日本の明治維新以降の問題意識と似てるわけですね、だからね、スラブ主義と、ロシアの場合はね、永遠の課題はスラブ主義といわゆる欧米かっていいますかね、そうですね、今で言えばグローバリズム、これをどうねうまく両立させるかっていうことなんですよ。でプーチン大統領はね、私は別に特別好きだとか会ったこともない人だから、だけども少なくとも彼の論文を読んでみるとね、ロシアの課題というのはそれだって言ってるわけですね。この2つをね融合させる、これはロシアの指導者誰もまだ成功してないんですよね。そうなんですよ、だからプーチンさんはね、それをやりたいと、ね、それを彼はロシアの新しい理念って言ってるんですがね、それのモデルはね日本なんですよ。そうなんです、日本なんです。そうなんですよ。そこの前もねこれ、ちょっとしたことあったけど、おっしゃるようにいわゆるロシアはヨーロッパでもないし、アジアでもないと、でもどっちでもあるってことも言えるみたいな、ね、こういうでもすごい似て日本に似てるんですよね。アジアであるけどもアジアでもないし、そうそう、発想がアジアではないわけですね。欧米でもないというね、こういう中でどうこの自分たちのアイデンティティとか、そこの問題というのはヨーロッ日本の明治以来の近代化というものとかね全部関わってるんですよね。あるいは敗戦後 その GHQ のご指導をね、こう受け入れてきた、これっていうのはそういうものが何の批判もできてないから、簡単にグローバリズムに流れたりとかするっていう。いやだからそれはね、ロシアだけじゃなくて今欧米を除く全ての国の問題点でもあるんです。違った意味で中共もそうですがね、中共もああいう体制だから全くこの聞く耳を持たないんだけれども、その全ての国が直面している問題であってね、結局グローバリズムとナショナリズムをどうね、うまく両立させるかということなんだ。だからグローバリズムだけに傾斜すると、もう事実上の植民地になるわけですね、今の日本はだいぶ危険になってるわけです。そこなんですね。そこですよね。いやそこ皆さんねそこは今さりげなく大使おっしゃってるけど、この危険が増大してるわけですよね。そうです、どんどん。これすごく今言った私たちがどういう国であるか、どういう人間たちであるか、日本人というのが、この含めてロシア論、そこも踏まえた上での対ロシア論ですよね。そうそうそう、で彼らが抱えている課題、さっきおっしゃったヨーロッパでもないし、でもスラブという、ね、もの自体の持っている根本的な、あれ一種の前におっしゃってましたロシア正教はね、キリスト教といっても全然原罪論を持たない宗教であるとか、我々の発行一部ともちょっと共通するようなね、共通してます。だから、まあ、全然違うところもあるんだけども、そういう部分で文化論を踏まえた上でロシアもやらなきゃいけないと思うんですけど。そうですよね。だからよく言われるように、ロシア人にはね情緒があるんですよ。ところがね、中国人には残念ならないないです。いや中国人はもう植物主義者だから。だからそこのところがね、やっぱり文学見ると分かるっていうか、ね、分かりますよね。そういうこと、それとやっぱり中国に宗教っていうのは基本的にどっちかっていうと、いかに生きるかって普通宗教でねだから孔子も何もはっきりとざっくり言っちゃうと、なんかねこう生きるべきだとか、そうそう、こういうのでいわゆる宗教心というものとはちょっと違いますよね。違いますよね。植物的な生き方ですよね。そうなんですよ。だから、
あのドストエフスキーにしろ、あのびっくりするぐらい底知れないあのトルストイの人の良さみたいなね、うん、ああいう人間に対する肯定とかってのはちょっと本当驚くべきなんだけど、我々とある種の共通感はね、最近ロシア文学が人気ないって言うけど、私らまでは少なくともロシア文学のああいう登場する人たちはなんか分かる感じがありましたよね。そういう意味ではね、ロシア文学はまあ、うん、今もその影響を受けてるんでしょうけど、ロシア革命以降ね、うん、やっぱり停滞したと、共産主義体制にあったら、はい、それは停滞しますよね、はい、でこれからまた何十年ぐらいかかるか分かりませんが ね、あの元に戻るまではね、うん、そういう状況にありますね、うん、だけどもね、おっしゃったようにね、中ロはね絶対にね、あの合わないでしょうね、あもうあのそういう意味ではね、あの関係強化できないんですよ。そうですね、全くあのもう世界観が違う2つの国ですからね、うんうん、それとやっぱりあの中国のやっぱり人口とかああいうものを含めてシベリアとかね、はい、どんどん入ってくる、はい、入り込んだら住み着いちゃう、はい、ああいうものに対してやっぱりロシア人もある種の脅威感じてるでしょ、うん、やっぱりこれ、うん、いや、ものすごく脅威感じて、はい、だからね、プーチン大統領も決してね、プーチン大統領じゃなくてロシアの政治家も決してね、うん、中国に気は許してないんですよ、うん、だからまさにあのよく言われるあのマリッジオブコンビニエンスってやつですね、うんうん、今、まあ、結局表向きはね、うん、なんか握手してるけど、はい、という感じになると思いますよ。だからそれをね、そのまさにバイデンさんが言ってることは、その表向きにね、やむをやまれず握手してるに過ぎないのをね、もうその中ロはあの権威主義体制であって、我々のまあいわば敵だって言ってるわけでしょ、簡単に言えば。だからすごい分かりやすいけどね、分かりやすいんですけどね、それはね、この危険を言ってる人も他にいると思いますがね、分かりやすい対立行動を出されるとね、本当の対立行動が分かんなくなるんです。見えなくなるんですよね、本当の敵はどこにいるのかっていうのが見えなくなるっていうことでしょ。それとやっぱりあの、まあ、そういう意味で世界がそうなってるってことを今ちょっとお話、概略的なね、形でお話伺ったんだけど、じゃあ日本のね、今ここまで来て、あの一体日本のその政治家たちというのは、あの一つこれはまあこれに対しても違うかわかんないんですけど、まあ、私とかある、まあ、我々の仲間たちは、私が結構言ってるんですけど、1995年から戦後の日本体制が基本的に、うん、まあ、グローバリズム問題ですけど、もともとグローバリズム、 GHQ というのはグローバリズムをずっと共有してきた、うんうん、あの日本という主語を消そうとしてきた、うん、長年やってきたんだけど、1995年から本当に、まあ、あのそこら辺で起きたのは、まあ、いわゆるあの小選挙区制の導入や、うん、まあ、その周辺ですね、消費税の導入、それからやっぱりグローバリズム政策、構造改革、うん、日本のここら辺で、まあ、あの震災もあればいろんなものがあったんですけど、はい、本当に戦後の敗戦から95年までの、うん、あのまあ、正直言うと昭和ですよね、基本、うんうん、昭和の時代からやっぱり、ね、あの平成に変わる、うん、この辺から本当に日本自体も戦後のパート2みたいなね、あの戦後というよりむしろ、まあ、まあその影響の中ですけど、やっぱりグローバリズムって形で、うん、全く日本がさらに日本でなくなっていくね、時代が始まってる。おっしゃったですよね、はい、もうご承知の通り構造改革でね、うん、全く日本的な、うん、まあ、経済体制っていうか、はい、経営体制を崩されたっていうことですよね、はいはい、うん、だからもうまさに何て言いますか、うん、まあ、簡単に言えば株主資本主義のね、そうなんですよ、あの経営形態になってしまったということですよね。だからこそ今この日本の経済がね、うん、そういう意味では成長しなくなったということでね、これはもうおっしゃるように見事にあのその路線をなんか踏襲され、強制的に投資されているわけですね、うん、でそれはあの典型的にもう名前は言う必要ないんですが、うん、そういう人たちを政府のアドバイザーに、ね、入れざるを得ない、そうですね、岸田さんも入れちゃってるわけですね、あの T さんをね、竹中さんもだからあれ象徴的ですよね。だって資本新自由主義からの決別と言いながらね、新自由主義の権限みたいな人を入れてるわけです。そうなんですよ、だからこれ言ってることとやってることがね全然違います、ね、全然違いますからね、これ、いやだから
からね、うん、まさに新しい資本主義もそうですけどね、うん、もう簡単なんです答えは、うんうん、元のね日本的経営に戻ればいい、戻ればいいだけだ、うん、それはもう簡単に言えばね、まあ、社会の説法だけど社員を大切にする経営なんですよ ね、うん、そうですよね。だから新自由主義の下では社員はコストですからね、うん、だから派遣社員とか、うん、なんかわけのないの、あるいはもうどん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 転職していくとか ね、そういうこれを労働の流動性なんてかっこいい言葉で言ってますけどね、うん、とんでもないことなんですそれは。だからむしろね、うん、時にその95年以降にね、うん、日本が散々叩かれたやり方、うん、終身雇用、うん、年功序列、うんね、系列、うん、全部いいことなんですよ。そうなんですよ、日本に合ってるんです。談合すらね、そうそう、談合すらね、みんな護衛艦隊のね、そうそうそう、一番のあれなんですよね。そうなんです。だからそれをね、うん、それは現代の21世紀のね、うん、環境に合わせて、うん、それは少しずつ改善していくというか、うん、それに最も合うようにしていく努力は必要だけど、うん、それを全部やめちゃうというのは ね、これは間違った選択だったですね。だから自民党のそういう意味では今行き着くとまで行って、その時代に対応できる一つのそういうね政治勢力とか思想が本当に衰えて、痩せ衰えて、いやもう衰えたっていうか何もないわけですね。その今回になるものをもうこう捨てちゃったっていうか、はいはい、見失ったから、そうなんですよ。それこそね無秩序にフラ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 してるだけですよ、うん、そういう、いやだからちょうど私さっき日本列島の明治維新のね、各国が列強がねいろんな方が気候を求めてっていうのと見た時、あの時はまだその明治の維新の幕府の旧幕閣も、うん、その維新の志士たちもやっぱり日本を守らなきゃいけないっていう意識がまだあった、うん、ナショナリズムが、うん、ところが今この状態にカオスになった時ね、うん、それをこう日本というのを死後にする政治家や経済人が本当にいなくなってる。もういないどころかね、日本はもう多民族化しなきゃならないって言って、いやそうでしょう、堂々と先頭に立ってね、もうホームページにも書いておられるじゃないですか。もう有力な政治家っていうかね、みんなそうですね、そういう人だから多様性というね、これはポリコレなんですが、うん、これでみんなこうがんじがらめになってるわけです ね。何でも多様性だ、うん、先ほどおっしゃってオリンピックも多様性になっちゃったっていうね、うん、もともと多様性で5つの大陸でやるのがオリンピックだったんで、もともと当初から多様性の大会なんですが、それを今更多様性って言ったら何になるかというと、結局 LGBT とかの話に変わっていくわけですよね、多様性が。そうなんですね、いや、まあ、ちょうどオリンピックの時、まあ、これ大しても同じ話したかもわかんないけど、開会式の時天皇陛下と菅総理が同列に並んでねそうそうでお話になる時も慌てて立つとか ね、もうああいう姿を見た時もうここまで来たかというね、象徴的なスタイルだったなと思いますね。結局ね、日本という軸がないからそうなるんですね、はい、だから、まあ、グローバリズムというかね、うん、いろんなその、まあ、普遍的価値は尊重するのは結構だけども、うん、その元に日本という軸がないとね、うん、その価値の判断ができないわけですよ、うん、ポリコでね何言われてもね、うん、そうだそうだってなってしまう。だけどもその前にね、ポリコレを判断する日本的な価値って言いますかね、それが、しっかりと備わってる必要がある。で、ね、このことは、まあ、ご承知のようにもう江戸時代の、ね、うん、後期でなりますけど、はい、元利宣長がね、はい、唐心という、はい、ことで言ったことです ね、当時の唐心って中国 の、はい、まあ、学問のことですけど、うん、中国の発想ですけどね、江戸時代の要するに知識人というのはみんな中国かぶれしてたと、うん、でこれじゃいけないと、だから国学でまず国学を勉強してね、うん、大和心を身につけてから中国の勉強なりするんだったらやれと、こう簡単に言えばそういうことを言ってるんですが、それが今まさにそうなんですね。でグローバリズムなりポリコレに対してちゃんとした日本人としての価値観を持ってね対応すると、そうすると答えは出てくるんですよ必ず。だけどもそれがないもんだから、その軸がないもんだから、もうとにかく流されているだけと、漂流しているだけと、そうですね、いうことになってね、これは残念ながら私、うん、もう、岸田総理もそうだと思ってる。そうそうですね、で人の意見をね聞かれるのは結構なことだけども、総理のやることじゃないんです、申し訳ないけど、総理は決断する方ですからね。そうです、そうです、はい、いや
まあ、いろんな人を聞いて、あの最大公約数じゃないけど、なんか平均してね、足して2で割って、無限に足して2で割っていくみたいな、ね、それは誰でもできますよね、そうですよね、そんなの計算すればできる。いや、全くそうなんですよ。だけど、これだということをね、やっぱり国民に示すという、それがあのリーダーシップだと思うんですよね。まあ、でもこの時代に、そういったカオスの時代に、無実なこういう世界の中で、あの今足して2で割るしかない、ええ、方策考えられないような、あの人がまあリーダーシップ、あの日本のトップになってる。だからこれ本当にちょっと不幸なっていうかね、まあ、国民が選んだんだって言われるとしょうがないんですけども、まあ、今年、そういう意味での日本の行方が、私ね、あの、まあ、年末の支持率見たら、コロナの対策をちょっときちっとやったと、外国人入れなかったと、まあそれは悪くないと思うんだけど、うん、ただこれで 54% なんか支持率上がるっていうね、まあ、その私アンケートもあんまり信用してないけど、それでもね、やっぱりなんか日本人のこう本当に今国の危機があるっていうことをね、自覚してない人が多いのかというね。おっしゃる通りで、うん、私も最近驚いてるんですが、はい、岸田内閣に対するね、いわゆる世論調査の支持率が異常に高い、で今朝の産経ですから、ね、66% って出てる、支持率が。それちょっと見てなかったな、びっくりしましたけどね。そういうことはね、そうか、あれですかね、本当に ね、そうでしょ。だからね、前もここでね、あの別の話題の時に議論しましたけど、メディアが持ち上げる、ね、政治家っていうのは注意した方がいいんです。いや、それはだから今ね、私ね、あの心配してるのはね、朝日とかなんとかいいんですがね、産経がね、完全にそうなってしまってると。完全にかどうか、まあ完全じゃないんでしょうけど、かなりそうなってる。いや、あの私ね、もっといいですか。いや、そう、また意見一緒です。本当にね、で逆にね、保守を装ってるね、装ってるとは、まあ、はっきりと言えば、文春とかこういうものが一番ちょっとよく注目すべき。はい、その今大使の視点でね、私は産経新聞や あれを注目すべき文春、まあ、いわゆる保守系のと言われてるじゃないですか、それまあやっぱりそこを見るべきだというような、おっしゃる通りですね、あの、まあ、文春なり産経がね、どういう論調をやって、はい、もうどんどん変わってるんですけどね、それで大体動きが分かる。そうなんですよ。逆にね、そういうふうに新聞読めばね、あの面白いっていうか、あの、隠されたものが分かってくるんじゃないかと。特にあの保守系、まあ、自民党なんですけどね、保守系の人が一番ひでえことやるっていうねことがあるんでね、あの例えばこの間愛知県 の大村さんというのは、自民公明が支持した知事なんだよね、自民党なんですよ。でもこの人が一番やっちゃいけないというか、ヘイトスピーチ条例というのを県で 来年ですね、2月、成立させようとしてるとか、あの左翼の人たちがこういうことをやるのは分かるんだけども、自民系の北海道もそうなんですけど、自民系がみんなそういうちょっとやっちゃいけないようなね、あのグローバリズム政策というかね、あの日本でなくしていくっていうのは、そういうのを担ってしまうっていうね、こういうことってすごくあると思いますね。だからね、そのヘイトにあの限って言えばね、もともともう 2,3 年前ですか、自民党が率先してね、しかも保守党の保守をね、あの辞任している方があのリーダーシップ取ってお偉いになったでしょ。でもね、ヘイトっていうのはまさに共産主義なんですね。そこなんです。そこをね、なぜ見抜けないのかと。ブルジョワ的だというね。だからあれはもうね、対立を作り上げるんですよ、ヘイトっていうのは。もともと日本がね、そうそう、だからもともと日本なんてヘイトなんてなかったわけですよね、そこにヘイトを持ち込んで対立を作り上げてきたわけでしょ。そうすると各知事さんもね、もっとその法律よりももっと厳しいものを作り始めてるんですよ、本当はこれはね、憲法違反のはずなんですからね、法律の範囲内でしか条例は制定できないはずですけどね。だからそうなってきてるんですよ。だからね、これも言論封殺が始まってるんですからね。そうですね。だからね、あのヘイトを取り締まるのはね、いいことだというようなね、まずそこから始まる、そういうそこの洗脳から始まってるわけです。で気がついたら、結局なんか、あのもうあの言論の自由がなくなってきたということです。今もう日本で起こっていることです。いや、だからその今おっしゃったように、本当全くその通りでね、あのヘイトを取り締まるっていうのはどういうことかっていうと、つまり例えばお前は、ね、バカだとかね、アホだとか言うと、これはヘイトだっていうわけですよ。でも
今言ったようにそれ一番大事なのは本当に例えばあの身体的な障害とかそういうのをね、うん、いろんなことを叩くとかいうのは、まあ、ハゲデブ、ね、なんとかブスとかねこういうのは今言っちゃいけないってことになってるらしいです、うんうん、でもそういうのをでもその意味言うその言葉で言ってそれを断罪するっていうのはやっぱり思想統制につながってさっきおっしゃったもちろんそうですあの共産主義っていうね、で実際に例えばなんか障害の人たちが差別を受けたとか人種のある人種の人が差別を受けたとしたら、うん、その差別そのものを撤廃なかしていくようなね、うん、努力するわけで何かそのあの黒人だからとかイエローだったからねそうそうそう白人だったからとかあの今アメリカで蔓延してるようなね、うん、あのこれは、ね、思想統制につながって全く共産主義なんですよねこれおっしゃる通りだからアメリカで今行われてるのはまさにそれでね、はいはい、あのクリティカルレイスシオリーっていうので、うんはい批判的人種論と訳されてるけれども、とにかく黒人はもうね、極論すれば何をやっても正義だと、そうこういうことになっちゃうんですよ、ね。白人でいるだけで悪いっていうね。だからもうそれを捕まえる白人の警官はね、もう極悪人だとこういうことになる。なってんです現にアメリカでは。そうなんですよ。でもこれ皆さん信じられないかもしれないけど、それまかり通ったんです今。なっちゃうんですよね。なるんです。ええうんだからその今まあどうせまだ出てくる危険があるんですが LGBT 理解増進法案でしょこれが出てきたらまたね結局あの大問題になるでは日本でもね男女 の, あのトイレの区別しちゃいけないとかねどんどんそっちに進んでいくんですそういうのを一つ作るといやあの例のねこの間ちょっと別のところで話題出たのあの 女子のその対まあ、いわゆるこうあの競技でね、はい、そうそう男はねトランスジェンダーの男トランスジェンダー変えたようになったじゃないですか、お父さんはかわいそうですよね女性たちがね一生懸命女性としてやってきたのが突然昨日まで男だって筋骨隆々男がね私は女ですって言ってねで一人勝ちしちゃったら納得できないですよね、うん、だから私はあの、まあ、極端な話だったけどパラリンピックがあるんだから、うん、あのジェンダーオリンピックっていうかね、ジェンダーの人だけね、元男とかそういう人たちがやる競技で、それオリンピック作ったらどうだと、うん、それでないと無理ですよね、うん、元男だったら突然女になったら勝ちますからね、うん、みんな。だからまあね、うん、この問題、LGBT 問題と一括りだけども、うん最も問題なのは T なんでトランスジェンダーです ね、うん、ですね今おっしゃったようにでアメリカの場合はねもう学校小学校教育でそれをやるわけですよあなたは男でも女でもないと、うん、あなたが決めるんだと、うん、こんなめちゃくちゃな教育を現にやってるんですよアメリカは、うん、それ実際は差別を見ますよねで もちろん差別もう、ね、だから子供がねもうだって生物が学的に言えばもう男女の差ってはっきりしてるじゃないですか、うん、それをつまりジェンダー平等とかねジェンダー、うん、なんて言うんですかあのフリーとかっていうのはね、うん、それを認めないっていうことですからね皆さんねこれはねもう共産主義というかもう価値観を、うん、今までのいわゆる常識的な価値観というか、うん、伝統的な価値観を全否定するやり方ですからね、うん、もう要するに共産主義のやり方なんですよ、ファッションなんですね、だからね、うん、それはもうね現にもうアメリカで起こっててそれは日本でもね LGBT 法案が通るとね、うん、起こりますこれは、はい、それからだからあの先ほどの話の関連で言えばね、はい、女用に男が入ったらね、うん、あのそれを困ると言った女性の方が逮捕されるんですよそういうことだから、うん、おかしいことは常識で考えればね常識で考えればいいんですよ本当に普通に考えればいいんだけどそれが理屈でね、そのだからね、そのポリコレっていうのもね、全くポリコレでも何でもない、正しさでも何でもないんですよね。うん、いやそうですね人々のね、価値観を狂わせるためのね、うん、ポリコレですから ね、これが共産主義者のやり方なんです。うん、対立煽るとか、ね、そうあの関係対立、あるいは混乱させるっていう、ね、そうですね。いやそれとやっぱりあの私はあの前に、まあ、これちょっと時間もなくなってきましたけど、何度も言ってることですけど、私はあの大使があのロシア正教がね、あのいわゆる原罪論じゃ認めないと、はい、人間を肯定するっていうね、うん、あのちょっとキリスト教とは違ったね普通の、うん、やっぱり私が思うのはあのマタイの伝記の中に何時会員する中ででも心の中で何時か会員したら、ね、やったと同じだってねこれはね私その共産主義に通じてるっていうのは、ある思想を持ったらこいつは、うんあるこういう思想を持ったらそいつ自体はもうダメなんだと、う
あの合姦のことを頭に浮かべたらお前は合姦魔だと、そうすると処刑されちゃうわけですよね、この論理の、ええ、だこの極端なこの厳密なね、そういう思想と現実の姿、こういうようなことまでやることっていうのは実はそこまで遡って ね、 ね考えてみるとね、ええ、やっぱり我々の国の発行一部とか天の岩戸でねお隠れになったらストリップまでやってね笑いながら出ていただくというね、うん、こういうようなことを含めるその文化論としてね、もう一度ちゃんとね本当の意味でのヨーロッパの欧米の近代の価値観が今やっぱり世界的にはまだ優勢ですけども、ね、あともっと異物的なね中国のこういうものと違う世界を今我々の中が今守ろうとしている、今危機にさらされている、うん、まあ、ロシアも多分そういう意識がね、アルプシンさんなんかもそういう意識はやっぱり政治家としてだけじゃなくてね、ロシア人として、ええ、まあ、人間としてそうなんですよね、はい、この前もちょっと議論したかと思いますが、プーチンさんがね、はい、今西側で起こっているこの酒、うん、文化革命っていうか革命的なね、うん、価値観の革命に対して警鐘を鳴らしているというお話前したと思いますけど、うんうん、はい、まさに今そうなんですね、だからプーチンさんは歴史としてねロシア革命を経験してるから、うん、ロシア革命の時にいかにひどいね、うん、その価値観の、はい、断絶が行われたかということですね、うんうん、だから今そんなことをやってるけれどもあなた方いいのかということですよ。そうなんですね、いやだから本当にこのロシア論あるいはプーチン論は、ね、あれ一種のその我々自体の日本論とまた密接につながってくる、私たちの国や国民未来がどうなるかこれまでつながってくるということで、単なる独裁者で危ない国っていうね、うん、片付け方はもうぼちぼちやめてもう一回きちっとゼロからねロシアっていうのを初心に帰って、ね、我々の国の隣国であるロシアっていうのをやっぱり見ていかなきゃいけない、考え方の違いだから片付けるっていうね、さっき言ったマタイのこともね、うん、具体的なことでやっぱり一歩一歩隣国ロシアのことも考えていかなきゃいけない、そういうことですよね、はい、具体的な行動相手の行動なり、はい、自分の行動でね判断していかなきゃいけないんで ね今おっしゃったようにね、はい、心の中までね、うん、は他人からは見えないわけですよ。それをね見てるとか見たようにね見てるように断罪して、ね、断罪してると下手したら粛清までしちゃうかも分からない、それはもうねおっしゃったように、はい、繰り返しですが、はい、共産主義者はそれをやってきたわけです、はい、相手を粛清するためにね、はい、まあ、そういう意味でも、そういう意味で大使の存在っていうのは大変こう日本のね思想界の中でロシア論を言うと孤立感感じるかも分かんないですけど、でも本当にまともにちゃんと ねオープンにできるようになりたいですね、これさっきおっしゃったようにね、はい、私も知り合いの中に、はい、そういう意味ではちゃんとした、うん、そのロシア感を持った人おられます、うん、大学の教授とかは、まあはい、うんとこう首かしげますけどね、はい、YouTube で盛んに発信しておられる方におられますので、はい、そういう方にぜひそうですね、チャンネル桜に出てもらえたらと、ね、来年は一回ね本格的にきちっと日本にとってロシアとは何だっていうね、プーチンとは何だというね、こういうことをちょっと3時間きっちり討論できるね、単なる反ロシアとかね、うん、反ソ連の立場でない形で本当にちょっとやってみたいなと思いますね、はい、ということでまた馬淵大使また来年もまたいろいろよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。